いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいました。どうも。本日は何かお探しですか？探してます。まあちょっと若いお姉さんの前で言うのもあれなんですけど、僕ね、生きる術を探しています。おおおおごめんなさい、あの実はですね、僕ミュージシャンなんですけど、音楽ソフトを探してるんですよ。そうなんですか。そうなんです。こちらいろいろ取り揃えていますが、いや本当にいっぱい、いやすごいな。ちょっと説明してもらってもいいですか？はい。例えばこれは、フィナーレ。フィナーレですね。フィナーレ、はい、これはどんなソフトですか？はい、こちらは世界標準の楽譜作成ソフトです。世界標準の、ということはそこら辺の、あのお店で売ってるように綺麗な楽譜が書けちゃうっていうことですか？そうです。いやーエクセントリック。うわこれいいな。じゃあね、もう一個、あのね、これなの、これ、このね、歌だけ消去って、これはどんなソフトですか？はい、歌だけ消去ノーボイス2といいまして、CD、MP3 から歌だけ消去ができるんです。なんか丁寧な説明ですけど、そのままですよね。歌だけ消去、でも、分かった、ということは、自分の好きなオリジナルの歌のカラオケができちゃうっていうこと？その通り。これはいいなぁ。MP3 と CD から、これはすごいよな。だってカラオケで練習するのと同じやつができちゃうってことでしょ。だってこれね、はい、カエルはつきますか？カエルつきます？カエルつきません。つきませんそうですよね、カエル可愛いなと思ってね、こっちをだって。お姉さん、お姉さん、最後にもう一個だけ、これです。これがどうしても気になって仕方ありません。そちら、お客様の衣装にもぴったりです。そこなんです、そこなんですよ。本当にね、びっくりしちゃった。僕が着てるのレインボースーツと全く同じこの色のパッケージ。これはどんなソフト？バンドインナーボックス17？バンドインナーボックス17。はいはい。音楽なんでも3ステップで自動作曲です。3ステップ簡単に作曲できちゃうってことですか？はい。僕でも大丈夫かな？誰でも。本当ですか？バンドインナーボックス17、これいいな。じゃあね、いろんなソフト、いいやついっぱいあるんだけど、やっぱこの色がね、同じってことで、これバンドインナーボックス17、これをください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。